そのことで皆さんこんにちは。パラ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 、いや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 、天候も悪い中たくさんの方来ていただき誠にありがとうございます。まあ今徐々に太陽も出てきまして、まあこのままだと、まあ、最後までいけるかなと思いますので、ぜひぜひ最後までお付き合いくださいませ。といったところで、わしらのあの決めポーズいきたいと思いまするが、よろしいかな、いきますぞ。泣かぬなら泣くまで待とう、ほたたきせ。泣かぬなら泣くまで待とう、ほたたきせ。泣かぬなら泣くまで待とう、ほたたきせ。はい、なんか最後だけ少なくなってしまったおかしいの。まあこのまんまの流れでの、次のいきなりじゃが、次のコーナーに行かせてもらいたいと思いまする。ということで、映画の堪忍タイムじゃー。いやちょっとな、平八郎が今日行けるところまで行こうっていう打ち合わせになったんで、ちょっと待ってくれ、結構頑張ってるね今日。いやいや、ということで、なんか変な空気になってしまうのではないか。平八郎頑張れ。うるさいわ。今日はスペシャルゲストが来ております。まあもうすでに分かっておると思いますが、この方じゃ、どうぞ。どうぞどうぞ、関ヶ原町より武者丸くんが岡崎にやってまいりました。皆さん拍手。どうぞどうぞどうぞ。武者丸殿、森五郎さんじゃよ。関ヶ原武将隊の大谷殿のこの動画大好きです。何回も見とるな、森綱殿。やりたかったんじゃない。そうじゃな。なるほどなるほど。そのわけで本日はですね、武者丸くんのお悩み、もしくは質問などを、わしら青い武将隊が聞こうというコーナーとなっております。なんじゃなんじゃ、そのかん、あれじゃなんじゃ、もうなんか書いておる。実は武者は悩みがあるのら。なるほど、あるのら。こうだ、なんじゃなんじゃなんじゃ。ほうほうほう。昨日天気予報を見てたら今日は雨だったのら。ああなるほどなるほど。そうじゃな。で急いで、シャレオツなレインブーツを買いに靴屋さんに行ったのら。だけどサイズがないって言われちゃったのら。武者ワンの足のサイズは、足のサイズはどれぐらいなんじゃい。64.0 武者丸センチ。64か。シャレオツなレインボーブーツはどこに行ったら買えるのら。教えてほしいのら。なるほどな。確かにな。まあまたひどいもの履いとるな。そうじゃな。そんなこと言うてないよ。頑張っとる今日。今朝急いで作ったみたいな感じ。まあそんなわけでシャレオツな、シャレオツな武者丸くんの 64.0 センチに合うレインボーブーツ、レインボーブーツはどこに。レインボーブーツ、でもあれでもどこに、レインブーツ、どこにおしゃれなやつかってことじゃんな。レインブーツじゃ、レインブーツじゃね。レインボー、まあ、でもレインボーってあれか、20あれだね。なんじゃ、あのレインブーツが欲しいってことじゃね。わしらの武将隊の中でもな、あの裁縫武将がこの中におってな、自分の甲冑などジンバールなどもな、自分で作ってしまうっていうあの武将があるんじゃ。こちらのまあよくないジンバールなどなんじゃ。でもな、わしな、正直あのわし布担当じゃからな、布でとちょっと濡れてもらうでな、あの川担当はな、稲が川担当。あ、そうか、川担当は稲じゃな。そうじゃな、レザー担当の稲にちょっとおしゃれなやつを作ってもらうっていう。現実的なもことを申すとな、布は縫いにくいじゃん。なるほどな。じゃから諦めよう、武者丸くん。ね、稲、稲、いや、嫌だっていうことじゃ。そうじゃ、解決。そうじゃね、諦めなって言葉は解決にならんということで、武者丸殿、ここは殿に解決してもらおうじゃな。ではでは、どうぞ、ぜひお答えをお願いいたします。武者丸殿、ようこそ、ようこそおいでくださった。あったかいのう。
取らんじゃろ。わしを噛んだぞ。なんたることじゃ。これは岡崎の恥だ。あら、こんなでかい足なんかわしゃしらん。殿、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 何事も我慢辛抱堪忍でございます。あ、殿、そうだった。武者丸君のちょっと愛嬌でございますので。いや、ありがとう。殿、レインブーツの件は。まあそうじゃの、大きな足取るの。殿が、武者丸殿、これは、このような大きな足に合う靴はなかなか見当たらんだろう。これじゃ、まあわしの一つのこれはあんだがな、そっちのファンがいっぱいおるじゃろ、ここに。うん、まあ一般から公募してみなされ。おおおお、あ、なるほど。誰か作ってくれる人が一人は現れるかもしれんぞ。武者丸君、涙の塩どうじゃ。おお、いや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 、素晴らしい解決策でございますな。ぜひ武者丸殿のお靴の一つ作りたいという方がいらっしゃいましたら、後ほどどうぞ私どもの方に。私どもで一度殿を通し話を通してくれということで、まあ、はい、今のところはまあ我慢辛抱堪忍が大切かもしれんな。よっ、いや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 、はいはい、武者丸、うん、ここを撫でるとなんか気持ちよくなるらしいぞ。おいしんな、これ知ってるか。え、上戸家康が青い武将隊から出しとるな。うん、よし、伸ばして伸ばして、よしよしよし。これはな、ウミウミウォーター、水や、うまいぞ。足が小さくなるかもしれんぞ。よっしゃ、ちょっと飲むよ。よし、よっかしゃ、おりゃしゃー、行くぞ。おりゃしゃーのー、どこじゃ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 、これはいいのか。どうしよう、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 どうしよう。水がちょっと滴り落ちて最高。そうですね。何、気分は最高。よし、気持ちいいということじゃ。よかったよかった。また後で一歩やるからな。これ一つ、綺麗なお姉さん、ちょっといらっしゃい。綺麗な、はい、どうぞどうぞ、はい、どうぞどうぞ。これをまず一本武者丸殿に、あと飲ましてくれ。もう半分ぐらいしかなくなったけどな。まだいっぱい、まだたくさんあるから、水差し上げるから。はい、ありがとう。ありがとうございます。今日の映像絶対 YouTube に上げるのよ。そうですね、絶対ダメだぞ今日の映像。大丈夫か。これで解決したということでね。いいのかな、うん、解決したということで。じゃあ次のコーナーに参りましょうかな。あ、俺武者丸くん、なんか一言あるか。何何、お口が濡れちゃってちょっと大変でしたと。あら、頑張って乾かそうね、武者丸くん。ありがとう。つけられた、いや、つけられそうだ。もうつけられ、あー、やりたいだけじゃろ、お主らが。すまん、お主ら完全にやりたいだけじゃろ。なんか、わしもやりたいなってきて。こんなもんな、せっかい、ほんとに。なあ、あとでちょっと武者丸くん裏で一回やらせてくだされな。よろしくお願いいたします。